はい、どうも、スターです。では、続いて、クイーンリーグ、やってみます。ミュートシティ2で、夕方ですね。1が昼間だったんですけど、朝かな。まあいいや。ちょっとここから違うんですよね。分かれ道になってます。ジャンプ台も2つある。他は違わないですね。もう2周目の前半から早速周回遅れ出てくるんだもんな。普段右行きますけど、とりあえず左。まあ本当はブースト使うところダートがいいんですけど、ちょっと微妙なので、ね、こっちか。ブーストを使っていてもジャンプ時のスピードは固定ですね。この場合普通に直線でいいのかな。ブースト使いどころ、あ、着地ミスりました。曲がった後はどうしてもスピードが下がるので、それを補う意味でもブーストはありますね。コンピューターここ左行くのかな。よし、かわせた。よし、次。ポートタウンです。ファルコの出身地です。くそ、危ねえ。この細い線なんですけど、引き寄せられます。無抵抗だとこんな感じになります。ダメージも食らいます。スピードも下がります。この LR のスライドを駆使してなんとか引き寄せから逃れないといけません。邪魔。ミスっていく。十字キーで向きも変えたりして、上手い人はなんかショートカットやるみたいなんですけど、私はあんまり上手くないので、まあなんなら上手い方の動画見てみてくださいっていう。わっと、ブーストの使いどころがないな。使ってなかったしな。合う。こういう時にリカバリーっすね。ピンポン玉。
も左右に壁ドンしてると結構制御は難しいです。レッドキャニオン、わっちょっと、今途中になんか光ってましたけど、あれなんですけど、ジャンプ中にあの着地が速くなるんですね。引き寄せられます。飛びすぎないように抑制してますね。取るとダメージ食らいます。スピードも下がりますと。追カーブダートは突っ切りますね。大体の人多分突っ切ってんじゃないですかね。今コース見えましたけど、いずれそのコースに行くことになります。あれ、1と2があるんですね。ホワイトランド、お、ちょっと押された、ここすんごい滑ります。この内側は白いところダートですね。危ね。そう、これダートが敷き詰められてるんでジャンプでかわさないといけないです。ピッタ短いですね。あ、曲がりすぎた。全然回復しないですね。邪魔。あぶね。爆発寸前ですね、今ね。ショートカットだと上手い人はもっとショートカットするんですけどね。いやだなこりゃ。うお、ぶつかった。危ねえ。ちょっとね、向きがずれましたね。邪魔邪魔。
ふう。ホワイトランド2ですね。連続ですね。ちょっと音楽違いますね。じゃあ、痛い。内側攻めます。ダメージ食らいますけど。大ジャンプ。ここは墜落が後を絶ちません。実際私もやりました。飛距離が足りずにっていうやつですね。よし、オッケー。明らかに今2回ジャンプしてたよな。これはよし、オッケー。うおっと。もしスピードが速なかった時のためにブーストを残しておくというのもありますね。明らかには不自然に左寄ってたぞ。あ、曲がりすぎた。ふう。次の動画で初代 F0 は最後になりますね。ただ時間の問題でどうだろうなっていう面はありますけど。よし。では、この辺りでご視聴ありがとうございました。